皆さんこんこにちはい。というわけで、えー、この動画では、えー、私たちカルティベースラボではですね、えー、毎週週に1回、ライブイベントをウィークリーコンテンツとしてですね、配信してるんですけれども、4月のウィークリーコンテンツをちょっと振り返りつつ、えー、5月、とっても面白いコンテンツたくさん、えー、企画してるので、まあ、そのダイジェストをご紹介できればと思ってます。はい。ということで、まずは4月のイベントのご紹介からですね。 はい4月も結構いろんなゲスト呼んでイベントありましたが、まあ、安西さんから見て特にこれは紹介したいおすすめのコンテンツみたいなのありますかいやー結構どれが、ね、おすすめかって言われると悩ましいんですけれども、はい、まあでも、ま、どれも見てませんっていう方におすすめしたいのは、えー、組織ファシリテーション論最新講義と。 こちらがあの4月の頭ですねカルティベースリニューアルして一番最初にやった、まあ、セミナー形式のイベントで私が講師を務めたんですけれども、まあ、組織の創造性がどうや何で阻害されていてそれがどうすれば高められるのかっていうその処方箋について組織ファシリテーションという考え方をですね全体像をお示ししたという講座なんでちょっとまず、えー、どっから見ていいか分かんないという方はこれを見ていただくのが一番良いんじゃないかなというふうに思いますね。 この講座では、えー、私たちがコンテンツの中心にしているです、ね、クリエイティブ・カルティベーション・モデルというこの組織の創造的な状態を,を表したです、ね、この生命システムのモデルについて、まあ、詳細に解説をしてでそれぞれにこう関連する、えー、知識だったりとか関連領域組織開発というのはここに位置づいているんだよとか組織デザインというのはこういうものでとかです、ねまあ、そういったことをいろいろ解説しているセミナーになっています。 はい、なんかカルティベースラボも、ね、いろんなコンテンツありますけどそれぞれのコンテンツがどこにあるのかっていうなんかコンテンツの見取り図にもなっていて、ね、なんかちょっとコンテンツどこから見ていいかわからないっていう方にまさにおすすめの内容かなと思います。すね、はい、はい でこれを見たよっていう方にはですねあのこの2つのちょっと関連コンテンツも紹介できればなと思うんですけども、まあ、あのドミニク・チェンプさんをお迎えしたイベントで探究をテーマにやっていたりとかあとは山内先生をお迎えしたイベントであの学習環境のイノベーションということで両機のデザインは可能かというテーマのイベントを開催しましたけどもちょっとこの中でも、ね、ご紹介しているのがですねあのリサーチドリブイノベーションという考え方ですね。 これ、ちょうど4月にあの出版をしたということで、内容を簡単に安西さん、紹介してもらってもいいですかそうですね、まあ、これあの、リサーチって言葉使ってるんですけども、リサーチの定義をするのに一生かけてですね、えー、いろいろ議論しながら定義してるんですけれども、何かこう調べ物、マーケティングリサーチとかっていうのも、もちろん、ハウとしてね、書かれてるんですけれども、もうちょっと広い意味で、組織が新しい可能性をこう探求していくプロセスのことをこうリ,ソリサーチというふうに言ってまして。 なんかこう問いを立てて新しいこう可能性とか社会の本質とかをこう明らかにしていきながら分からないことを起点にデータを集めながらイノベーションを起こしていくっていう方法を解説した本でですね、どれぐらいちょっと世の中に受け入れれるか、ちょっと不安ドキドキしながらね、世に出したんですけれども結構今のところ SNS とかでえ理論値と実践値のバランスが良くて、 えー、おすすめですっていうようなコメントをたくさんいただいているので、えー、こちらを読んでいただきつつ先ほどのドミニク・チェーンさんのイベントとか、えー、僕の指導教員師匠である山内先生との この議論はなかなかかこのリサートリブイノベーションの考え方をですね、はい、どうですかっていうふうに師匠に突きつけ <laughs> で公開論文審査会みたいな感じで、はい、あのディスカッションが行われて結構手に汗握る議論でしたっていうふうに、ねはい、皆さん好評だったんで、うん、ちょっと関連付けて読んでいただくと理解が立体化するんじゃないかなと思います。はい ですねこの書籍に関してはですね概要をあの紹介している動画とかもありますのでよろしければぜひこういったものも合わせてご覧いただければと思います。はいということでここまでちょっと4月のコンテンツをピックアップしてご紹介させていただきました。ここからはですねあのいよいよ5月のコンテンツをご紹介していきたいなと思います、ね。5月もちょっと豪華ゲストをお呼びしての結構イベントが、ねね、控えていますね。はい、はい まず1週目からですね5月1週目は5月1日ですね、あのー、10時からですねこちらのイベントを開催しますこれはですねこれからの人事の役割今向き合うべき組織の野生の課題とは何かというテーマでですねゲストに、あのー、立教大学経営学部教授の中原純先生をお呼びします出ましたね、はい、ついについにずっとねお声掛けしたいと言っていてようやく純中原がついにはいついに <laughs> そうなんですよ <laughs> はい、で今回ねちょうどあのさっきちょうど CCM の話クリエイティブ・カルティベーション・モデルの話もしたので。 あのちょっと合わせて紹介しようかなと思うんですけどもあのまさに何か今ってこう組織作りにまつわるって,ってすごい細分化されていて、まあ、人材育成と、まあ、組織開発みたいに言われたりすることもありますけどなんかも,もっと分化していて組織デザインだったりとかあの人材育成の中でもあの新卒向けとか管理職向けとかもありますし採用もね新卒採用中途採用とかってい,いろんなところでね専門地化っていうのがねどんどんこう進んでいるかなと思うんですけども。 まあその中で、まあ、他方で私たちもねあの組織ってこう創造的な組織の状態を考える時にはこういうクリエイティブ・カルティベーションモデルみたいに一つの木のモデルとして考えるような、まあ、こういった生命体なんじゃないかみたいなふうに自分たちも捉えているところがありなんかこうしたね専門家が進む人事とこうやってこう有機体としての あの全体複雑性に向き合わないといけない組織づくりとこう両方に向かっていく人事っていうのが、まあ、これから、まあ、どういう役割を担っていくべきなのかっていうところをですね中原先生ともお話伺いつつ対談をさせていただきましたでこちらはですねすでに実はあの対談自体は収録済みのものなんですけれども当難の,の進行のもと5月1日に配信をさせていただきますちょっととねチャットとかで 裏話、心境、うん、などもお話しつつ、できればなと思ってます。そうですね。これはまああの人事の担当者の方はもちろん必聴だと思うんですけども、うん、まあそもそも人事っていう垣根自体も本当に意味があるのかっていうところって、これから問い直されていくと思うんですよね。うん、人事の中の細かいこう。垣根はもちろんなんですけれども。なんか人事は人事の人が考えて。 そうじゃなない人たちは考えやっぱりこう組織のファシリテーターとかマネージャーっていうことはもうそ,のそこにいる人に向き合うことそのものなんで、うんえー、ファシリテーションとかマネジメントに関わる全ての人に見てほしいコンテンツなんじゃないかなと 思ちなみにちょっと最初の方はね結構中原先生があのこういった何て言うんですかね研究の興味なんかどういった研究テーマ興味関心持ってるのかみたいな結構中原先生の,あの研究背景にも迫るようなところとかもお話をしていただいてなんかこうカルティベースらしい話が聞けたんじゃないかなと思っておりますのでぜひこちらも楽しみにしておいてください。はい、でですね翌週ですね5月8日こちらもまた注目のゲストということで。 はい、こちらは安西さえーまあ、かなり今もう話題になってるので、えー、本を手に取っている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、えー、ノザイナーというですね、まあ、デザイン会社の代表を務められてます立川英介さんという方がですね、えー、ちょうどリサーチドリブンイノベーションの発売日一日違いで「はい、進化思考」という本をですね出版されてですね、はいうん、でこの本多分何年も何年もずっとこう練りに練ったもの なんですよねうん、うん、ですごい熱量であのほ僕もあの本実際実物手に取りましたけどものすごい熱量で書かれた書籍でこうイノベーションとかアイディア発想とか新しいものを生み出す方法論を、まあ、人類の進化のパターンでそれをこう 変異と適応ってサブタイトルについてますけれども 2>,、うん、え2つのそのモードに分けながらですねそのパターンをこう体系的に語ってるっていう書籍で、うん、なかなかこれは書くの大変だったんじゃないかなと思う、うん、まあそんな立川さんがこう魂を込めて書いた本が一日違いでね、はい、<laughs> 出版されてねはい。もう 気知った時にはちょっとね、はい、チって思っちゃいました、ね。<laughs> <実> <laughs> 効果不効果みたいなね。<laughs> まあまああの一瞬だけちって思いましたけど、まあ、はい、あのこれは戦うべき相手じゃないと思いました、ね。<laughs> はい。一緒にね思 <laughs> <と>い探求する相手ですね。はい。あのー、商品開発のアマゾンのカテゴリーでね我々あのー、最初ベストセラー1位になったんですけどもこの本があの現れてからですね1位の座を、はい、1> あのー。 奪われててしししまいままいい立川さん本にも言いましたけどなん、はい、<laughs> でかぶっちゃったんですかみたいなね、はい、まあでも一緒にせっかくだったら通ずるところもあるよねみたいな話もディスカッションしていましてでまたリサーチオリムイノベーションも、はい、にも通ずるんですけれども「えー、問いのデザイン」っていう本がねちょうど去年6月に出て、はい、1> まあ丸1年たとうとしているタイミングっていうこともあってもともと立川さんと塩瀬先生はかなりあの進行があって。 たびたび対談とかもされてる中なのでここはまあちょっと問いのデザイン著者2人が進化思考を問い尽くす会にしようとい言ってまして対話はしませんもう対話はしません立川さんが全部何かを知っている前提で質問しまくるっていう会にしようというふうに潮瀬先生と結託しててはい質問か問いかとかってねいろんな分類いましたけどこれはもうね 投げかけるんですね。立川さん。みんなで答えを、みんなで答えを対話で出していくんじゃなくて、立川さんにひたすら質問攻めにしようって、しようぜと言ってるんですけども。はい、うっかり対話しないようにですね。うっかり対話しないようにね。なるほど。はい。なるほど。どうなるのか楽しみですね。これも。はい。楽し,みしてください、はい、はい。ということですね。 はいでですねその翌週、5月15日ですねこちらはですね飛躍した発想はどこから来るのかデザイナーの新体値としてのアブダクションを解明するということで。 ああのまあ、デザイナーとしてのキャリアっていうんですかねあのデザインに関するあの研究と実践を行っている耳ぐりのですね滝と小田という2人のメンバーが登壇をしましてあの行います。でアブダクションってそれこそ機能法とか演疫法とかに並ぶあの方法として仮説的推論っていう形で言われますけれどもまあその。 いわゆるなんかこう新規事業とかも、ね、作るときもなんかこうひらめきとかこう飛躍した発想ってこう論理的思考ではたどり着けないみたいなことを言われたりしますけどもあのこうした発想ってどうやって生まれてくるんだろうねみたいなものを、まあ、デザイナーの癖みたいなところから読み解いていこうというイベントです。 でこちらはですね、まあ、実際にアブダクションとは何かみたいな講義もあるんですけども今回ミーティング形式での開催予定しておりまして、まあ、自分のなんかこう癖を見つめ直したりとかクリエイティブルーティーンを確立するようなワークっていうものを2人がちょっと企画をしているようですので、あのー、そういったちょっとワーク形式のイベントも興味あるっていう方ですねぜひご参加いただければなと思っております。これつまり Zoom ウェビナーで見聞きするだけじゃなくて Zoom ミーティングでみんなでブレイクアウトセッションとかしながらディスカッションしていくっていうことですよね。はい はいそうですねあの、もちろん耳だけでの参加でも大丈夫ですけども、良ければぜひワークも参加していただけると嬉しいなと思っております。はい とといいううここで5月15日はこういったイベント予定しております結構クリエイティビティをどうやって高めるかっていうテーマが、うん、まあ進化思考とかなり通ずるところもあると思うんで、はいま、いわゆるねロジカルシンキングでこう、うん、点と点がつながっていくような線形の考え方じゃなかなかアイディアって飛ばないんで進化思考でそ,のそういう体系的なパターンを読み解きつつ。うん でそれをこう実際に実行していくために、えー、この5月15で実際ワークとかしながら深めていただくと2週連続で人間の創造的認知創造的な発想法についていろいろ理解が深まるんじゃないかなと思いますはい、うんはい、そうですねぜひ合わせてご覧いただけるといい内容かなと思います。 はいでですね翌週は5月22日ですけれども、こちらはですね新規事業が生まれるチーム作りのコツということで、あのー、キャッチコピーに組織内の抵抗勢力とどう向き合うかというのが入ってますけれども、こちらはです、ね、ゲストに立教大学の経営学部助教のですね田中聡さんをお迎えしてのイベントとなっています。 でね、田中さんといえば、最近、チームワーキングという書籍、出版されましたけれども、あのその前には、ですね事業を作る人の大研究という本もですね出版されていまして、まあ、そういう新規事業ってどうやって生まれていくんだろうかみたいな話ですとか、あとはこう、まあ、チームをどういうふうに作っていくのか、あの最強のチームってどういうふうに生まれるのかみたいなですね知見も持ってらっしゃる方ですね、研究されておりますと。で田中さんはですね、まあ、新規事業は人で決まるんだというふうにおっしゃっていまして、 あのなかなかね今回こう比較的こう大企業の方向けの内容になるかなとはちょっと思いつつではあるんですけどもちろんスタートアップの方にもあの有用な知見はあるかなと思いますがな,んかなかなかやっぱり新規事業ってあの新しく建てていこうっていう時になんかそれでもやっぱり既存事業の方がこう組織内の、ね、関わってるメンバーも多かったりとか,なんか経営者もやっぱり既存事業の売り上げとかあのそこで持ってるブランドとかも重視しているっていう中で、まあ、どうやったらこう新規事業 生まれあの新規授業がいい形で生まれて、まあ、それをチームの力でですね実現をしていくのかっていうところにですねあのヒントを得られるような内容かなと思ってます。はい、で、田中さんはね、まあ、安西さんとも実は卒業、卒業、博士を卒業された研究室が一緒ということで。はい、そうですね、はい、あの田中さんはあの中原先生のお弟子さんで、うん、なので5月は、まあはい、中原研究室スペシャルで。 ね、創造性と創造性スペシャルと中原スペシャルでもあるみたいな感じ、はい、<laughs> でもあるわけなんですけども、はい、で田中さんはあの、まあ、中原先生が立教に移動されてあの博士論文は僕の師匠である山内先生の研究室で。 書いてたりしたんで一応同じ研究室の先輩後輩一応あれです、はい、僕が先輩なんですけど。と、はい、っていう関係性にありましてで田中さんはあの年齢は僕より上でもともと企業ですねあの、まあ、今のパーソルキャリアあの当時インテリジェンスっていう会社で働かれていて、まあ、現場でいろいろ活躍されてで、まあ、社会人大学院という形で大学院に入られたのかな。 で今研究者の,しあの道にピボットされてるっていう方だと思うんで、まあ、かなり企業のリアリティだったりとか、まあ、現場の,あの問題の解像度が非常に高い、えーうん、ところで研究されている方なんですよね。はい、でそんな中でやっぱり事業開発の方法論とかあるいは組織開発の研究っていろいろある中で、まあ、そこを接続しながら、うんえー、学習論 学習を専門性にしながら新規事業づくりとチーム作りみたいなことをつないでやられてる方なんで非常にあの現場目線もありつつ学際的にも非常にあのんだろうなポテンシャルのある領域で研究されてる方でとっても注目されている研究者。 っていう形ですよね、はいはい、で結構まあ,あの今話ありましたけれどもやっぱ大企業で新規事業開発っていうとねなかなかこう抵抗勢力って書きましたけど、うん、なんかこう孤立しがちだったりとかちょっとうまくいかないとね、はい、すぐ撤退されたりとかしてね結構孤軍奮闘なりにやりやすいんですけども、はいまあ、まさにこれ両利きの経営どうやって推進していけばいいのかっていう話にかなり通じるところねあると思うので4月の両利きの経営 デザインは可能かっていうこの議論この話とかとも関連付けながら、えー、ちょっと話を聞いていただけると面白いんじゃないかなと思いますし、はい、あとは聞き手で、えー、と滝千恵美が、まあ、2週連続登壇になりますけども滝もずっとその UX デザイナーとして、えー、事業を作ることとチームを作ることどうつなげるかってことをやってきた、えー、プレイヤーであり研究者であるんでちょっとここのディスカッション掛け合いも楽しみですよね。 そうですね、全然想想像像つつかかなないいいやですあの後半ね、うん、ちょっと2人のディスカッションの時間を予定をしてるんですけども、はい、あのそれこそね田中さんの話題提供を聞いて滝がどの辺りになんかもうちょっとこう聞いてみたいとか問題意識を持つんだろうかっていうのもすごい興味があるとこですね。すねはい、はい、ということで、はい、5月22日本当になんか続きますね1日22日と、うん、あの8日15日とちょっとねあの近しいテーマでまた、あのー、探究を深めていただくっていうことができるんじゃないかなと思ってます。 はいでですね5月は第5週目ありまして最後の週はです、ね、あの探求の戦略ということでこちらは実はあの累計すると3回目ぐらいですかねあの今年度は初めての開催となっています。 でこちらはですねあの安西さんから紹介してもらった方がいいかもしれませんがあのまさに探究の、まあ、カルティベスラボも探究の、ね、オンライン学習プログラム探究のコミュニティっというような言い方をしたりしますけれどもじゃあ探究ってどうやって進めていけばいいんだろうかみたいなところをですね戦略の見取り図から紹介し後半ではあのご自身の探究マを立てていただくという形で講義とワークの2段構えで予定をしております。はい、なんかかかここちょっととしポイントとかありますか、はい <laughs> これは、まあ、あの定期開催していて、あのうん、カルティベースウィークリーコンテンツで毎週土曜日にコンテンツ配信してるんですけど、第5週がある月だけやるっていうふうにしてるんですよね、うんで。今月はちょうど5週あるんで、やっているという形で、まあ、今後も継続はしていくんですけど、うん、まあちょっとずつちょっとずつ育てていこうと思ってるテーマで、 まあ、リサーチドリブイノベーションとか言ってるるりあり、やっぱりこ,うこれからビジネスパーソンは勉強法って、ね、本屋さんに行くと流行ってますけど、うん、勉強よりやっぱりこう探究的な学びをいかにしていくかっていうところが個人キャリア的にもイノベーション的にも大事になってくるんで、これはあの一生使える武器を磨いていくセミナーにしたいなと思ってるんで、はい、ぜひ一度は聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、前半だけでででも大丈夫なのでそうですね あのぜひ一度は聞いてほしいっていうセミナーをね、すみません、大変申し訳ないことに時間を間違えてたんですけども、9時から12時半が正解となっております。ちょっと普段より長いですけれども、講義1時間、ワークがですねその後あるという形になってます。はい。でですね、ここまでが以上、ライブイベントのご紹介になります。 で,ですね毎週ですね土曜日の午前中にやっていましてまあぜひこれをねあの皆さんのこう学習のルーティンのような形で活用いただけるといいかなとは思ってるんですけども土曜日午前中予定が合わないなっていう方もいらっしゃるかなと思いますで午前中予定つかない方はですね水曜日の夜にですねあのウォッチパーティーも開催してます。 もちろんご自身でアーカイブ動画見ていただいても構わないんですけれども、あのぜひここでね、皆さんとこう意見交換とかチャット上でもしながらあのやるとさらに学びが深まるんじゃないかなと思いますので、ご都合合わない方も、え結構あの土曜日も参加してますっていう方もいらっしゃったりもするので、あのぜひ復習に参加したいという方も、ぜひ水曜日も合わせてあの参加いただけるといいかなと思っております。はい。ということで、今日はここまでにしましょうか。はい、5月の見どころ、解説を終えたいと思います。はい はいと、はいうことで皆さんはい5月も楽しみにしてくださいはい学んでいただければと思います、うん、それでは皆さんありがとうございましたありがとうございました